チャスの中です。今回は魔王を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さていきましょう。これビオ3って、お、何ってことは敵も出てきてますね。ってことはここ止まりかな。いけて、オッケー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 。1キルしたということは来るのと来てますね。オッケーオッケー。下がります。入ってきましたね。さあ来るだろ。オッケーオッケーオッケー。いいね、ダートゲット、ナイス、ブラボー。いい感じで攻めれておりますが、逆取られてますね。よし、ならば私たちがこちらを取りましょう。いいです、いいです、素晴らしいです。さあブラボーを守るために私はひとっ飛びしていきますよ。スイースイースイー、ほいほい。うわ、マジか。なんと、まあね、まさかジャケ着てるとは思わなかったな。そう、まあドミネーション、まあルールがルールだからしゃあないっちゃしゃあないね。さあここに来るでしょ、来るでしょ。オッケーオッケー。ケルベロスを出すのじゃ。私は今回は動きたくない縛りなんでね、ちょっとね、操作系のキルストリークを主に出していきますよ。さあここで後ろまで、よしよしよし、ケルベロス行け、私の分身として働くのじゃ。すごい、ロボットがのしかかってきた。ぬ、ちょっと待って、こっちなんか来てる。いいね、大丈夫か、ここ任せたぞ。よしよし、任せろ任せろ。やばやば、ちょっと待って待って、まさかのあれにやられるって、トロフィーシステムにね阻まれると思わなかった。ミサイルがグイー、ここに来ない。いや来てる来てる。よし、あ、やばい、これは、あー、私のスーパータイムが、スーパーイモイモタイムが、これどうだろう、怖えー。なんで先当てたのに。いや、これはマジか。ヘッドショットと言ってもな、納得いかないんだけど、あれはさすがに。マジかよ。せっかく、あともうちょっとでタロンっていう最高のコンビが出せそうだったのに。そんなのってありかい。おれ。よしよしよし。これはいいね。この、そうだな、コンバット、いやー、コンバットはちょっと、旗取るときに使いたいね、これはね。今回は僕は本当だから、前線にはね、なるべく出たくない人なんですけど、なんで前線でもない、こんなところでビスキルされなきゃいけないんだろうか。また困りましたね。おら、よしよし。ここぐらいでね、じっとしてたいんですよ。やっぱね、あるよね、ゲーム内でも。ゲーム内でなんかリアルで動くとかっていうのは、なんか別にね、どっか行くとかっていうのはまだいいんだよ。まだいいんだけど、なんかゲーム内っていうとなんかね、こう、ちょっとめんどくさーくなるときありますよね。お、もうダートいけそうだな、ちょっと。お、ラップス、やば。で、ここに出しとこう。ここで出そう、ダート。それダート出してるとき一番怖いのが、やられるときがあるからな、たまに。それが一番怖いですね。ほい、いいね。さあ2キル終わって、私が目をつけたのはあなたです。あなた、あなた、あなた。よし、完璧。あ、もういいや、もうそろそろ自分のリスポン怖い。いいぞいいぞ。さあラップスもバシバシ決まりの、多分 C 取られーのじゃねえのかよ。 C 取られーのじゃねえのかよ。はあ、こういう時にほんとちょろっと出てくるゴーストやろ、マジ。そっか、あともうちょっとだったのに。私は楽をしたいんだよ今回は。どうしたよ、錯乱状態になって。いや後ろおるよ後ろ。なんでだからこれ死なないの、やばいな。僕ね、実を言うとね、魔王苦手なんですよ、武器の中で。AR の中で一番苦手かもしんない。ね、なんでかっていうと、覗き込みが遅いっていう、それだけで
それだけですね、理由は。ドミネーションに覗き込み遅い武器って難しいんですよ。でも他の武器って大体レート高いんですけど、これレート遅いんですよ。っていうことでね、多分一番苦手だと思います、これ。もう魔王は弱体化受けてから本当にね、使う頻度全く、イエーイ、おい、ボクサー何やってんだよ、おっちゃん。何やってんだよ、おっちゃん、本当に。ボクシングするか、本当。あ、敵取ってる、敵取ってる、ほらほらほら。ほら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 、いいね。いいね、コンバット。コンバットリーグだっけ、なんだっけ、これ。いい、名前忘れちゃった。まあ、ナンクルないさ。横。いやー、そうなんですよ。まあね、いろいろ人にはこうね、苦手な、なんだろう、みんなが使えるけど自分は苦手ってものってあるじゃないですか、よくね。みんなトマト食べれるけど僕トマト食べれないみたいな、そんな感じですね。トマトのあの青々しいのが苦手なんで僕は。大丈夫か、ボクシング兄ちゃんがやられたー。俺もやられたー。そうなんですよね。苦手な武器っていうね。なんか、AR の中でも苦手になっちゃったんだよな。特にドミネーションだよね、ここは。理由的に。いや、こっから引っかかるんかい、おい。マジか。強いな。テンペスト。マナドレン。危ねえ、テンペスト。怖っ。B、なかなか取れねえな。なんかもうみんな、あっち行ってんだけど。おら、テンペスト。おら、いやっぱね、馬力だよ、馬力。馬力ってやっぱ威力で威力。お、いいね、パンチ。どんだけ移りたがりなんだよ、本当にもう。ダメだよ、本当に。お天気、お兄さんのところに移りたがりは。ダメだよ。どこだ？いた、いた、いた。B 取れないかな、これ。ドリロー。大丈夫？よしよし。10発だけどな。もうなんか左から来そうなんだよな、ここ。来ないか、さすがに。裏回ってこないか。いるんだよな。遭遇戦がさ、やっぱドミネーションって命なんですよ。だから FFAR も難しいわけ、本当は。だけど、この遭遇戦でなおかつ、このなんかブレが激しいものは、本当につらい。うん。ベスパーが覗き込み遅くなったらやばいって思うでしょ。それと同じですね。AR の中ではほんとね、なんだろう、VMP 的な存在なのかわかんないけど、VMP の方がはるかに強いからな、そこは。やっぱ2強とは呼べませんからね、このまんを。AR で強いのは、M16 と KN ぐらいしかないから。それ以外はもうだいぶ ICR とかが強いのかな。うん、威力的な意味で ICR はいかないけど、まああれは万能ちゃんですからね。もうこういうとこ、敵ローリングサンダーやばない、これ。その前に自分が死んだから OK ですね。いやー、前線に出たくないでござる、やりたいのに全然その装備が整わないんだけども、本当にダメダメ、こんな許されない。ほんとね、あれですね、もう心残りしかない。このなんで今のところっていう感じが多い。いやー、やっぱ使っていかないとこの癖は独特だから、あれなのかな。この距離いける。でもこの距離 AR の距離じゃない、あの距離ですね。だけど負けちゃう。でも違うか、あれは。魔王ほんとね、使ってる人よく使えるなって思いますわ。なんかどういう使い方したらこれはいいんだろう。大口径とか言って言われて、大口径つけてみたんだけどね、どうしても僕って外せないね、ストックっていうアタッチメントがあるんで、ラピファと。それを入れたらね、なんかなかなか、あれってなって、4型がいいのかな、もしかして。その可能性ワンチャンあるな。4型の可能性がある。ほら、もうだんだんやばいことになってきてるよ、これもう。やばいやばい、メッキが剥がれる。もう剥がれてるけど。そもそもないけど、そんなの。やばいやばい、魔王のね、この痛い傷を隠さなきゃ。さあ、ここ取れるかな。あ、やばいな、ブラボー。やべやべ、トリオできたよ、トリオできたよ。いけるね、これ。ブラボー取れない、やばい。みんなの燃料つき始めてるな、これ。おれ、おお、すげえ。おらおら、あれ 2発いかなかった。今グインって曲がったね。ブーメランスネークみたいな感じ。
わからないか。このあー間に合わない、こういう時だよ、絶対間に合わないもん。あれも光ってたもん、ピカッと。よし、どうせ言うねんこれ。もうここまで来たったぞと。3発距離は強いと思うんだけど、このタタタタタタが強いんだけど、タタタ強いんだけど、タタタが強いのはマジでこの距離だから。ちょっとね、逆になんだろうな、遠距離が苦手な AR っていうのもこう低レートで、これはね存在をねあれに取られますよ。よし、おいマジか、しつこいな兄ちゃん。シーバーに取られますよ。やばいやばい、シーバーに取られますよじゃないよ、これ敵に取られてるよと。ちょっとまずい、これガチで取りに行かんとまずい。ぬー後ろー、そんなことって。あ、ドクロどうしようこれ。ちょっとやっぱみんな燃料尽きたねこれね。なんとなく直感でわかるんだよ、燃料尽きた感が。もうこれみんなが BD にもうなんか、あー行きたくないなーみたいな、行きたくないなーゲージがね最初はすごいないんだけど、もうどんどん溜まっていくとこんな感じになりますね。これ行ってもなーみたいな感じになるから、あーくそ、最初の時のみんななんかあれはどこ行ったんだ、エネルギッシュなパワーは。帰ってきてもええんやで、それもう。これは難しい、これはもう完璧エネルギー切れですね。マラソン大会でちょっと本気出しちゃったみたいな、校内のねマラソンのあれですね、あれの時にちょっと最初飛ばして陸上部についていっちゃったみたいな、ちょっとあれになってるね。おっとこれは待って、ワンチャンありじゃねこれ。ちょっと待ってマジで、これ飛ばせるかもしんない。くー、家まで行け、届けこの重い。重い重いぬー。まあね、こういうこともありますよ皆さん。だから最初はペース配分を考えて走らないといけないんですよ。陸上部の人たちはそれを抑えてるからね、あれでもね、だから先頭に立ってバーで途中で抜かされるあの惨めさをもうね味わいたくないでしょね、マラソンの時だ。ダメなんだって自分のペースでいかないと。という感じで今回は終わりたいと思います。皆さんもなかなかペース配分難しいと思いますけど、頑張ってね、体力測定がなんか頑張ってください。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。